やっぱり別格だったわね。今はゆっくり休んで、おやすみなさい。作戦を確認します。レイ・レナード社レヴァンティール基地地下で新型ネクストの実験が行われているようです。詳細は不明ですが、極めて危険な機体であるとの情報があります。基地に侵入し新型機を破壊してください。先だって派遣された GA 社のネクスト、タイラントは未だ帰還していません。十分に注意してください。以上、作戦の確認を終了します。何か嫌な感じ、気をつけてね。地下実験場、この先です。実験中の新型ネクストを破壊してください。敵防衛部隊展開しています。突破しましょう。新型機に似た機体を見たことがあるの。プロトタイプネクスト。人間の限界をはるかに超える精神負荷と致命的な環境汚染を引き起こす悪魔の機体。人の操れるものではないわ。開発初期に全て廃棄されたはずなのだけど、それを
蘇らせようというのかしら。作戦を確認します。 BFF 社のネクストプロメシウスを捕捉しました。これを撃破します。プロメシウスの搭乗者メアリー・シェリーは、彼女の戦闘スタイルが BFF 社の兵器設計思想を決定したとさえ言われる極めて優秀な狙撃手です。ナンバーは5。オリジナルの中でも最も危険な相手の一人です。心して戦闘に臨んでください。また戦闻エリアとなるサイオン湾定着氷は高濃度の小島粒子の流出が大気中に確認されており、粒子干渉によるプライマルアーマーの自然減衰が予想されます。以上、作戦の確認を終了します。大丈夫、あなたなら勝てるわ。敵ネクスト確認。プロメシウスです。
ナンバー5を撃破か。やっぱりあなたは特別なのかもしれない。今はゆっくり休んで、おやすみなさい。作戦を確認します。 BFF 本社への攻撃作戦を実行します。目標は同社の本社機能を有する特別艦クイーンズランスの破壊です。クイーンズランスの周辺には大規模な護衛艦隊が展開しています。激しい戦闘は避けられません。目標はクイーンズランスのみです。それ以外の敵は相手にする必要はありません。確実に目的を達成してください。極端な中央集権構造で知られる BFF です。この作戦が成功すれば壊滅的な打撃を与えることができるでしょう。大きな意味を持つ作戦であること忘れないでください。以上、作戦の確認を終了します。もう後戻りできないわね。あなたの手で六大企業の一つが実質的に崩壊する。こんなことになるなんて想像してなかった。あなた本当にすごい。あの頃は全然そんな風に見えなかったけど、懐かしいね。作戦を確認します。コロニーラズグールの大深度地下施設を占拠する BFF の残勢力を排除してください。敵部隊の中心は BFF 社標準のノーマルです。ほとんどが狙撃用の長射程武器を装備しているでしょう。また敵部隊は ECM を展開しており、複雑な内部構造を利用した待ち伏せが予想されます。落ち着いて対処してください。以上、作戦の確認を終了します。
り2体です。作戦を確認します。 BFF の残勢力がゼクステクス世界空港を占拠しました。これの排除を行います。敵部隊はノーマルが中心ですが、長射程のスナイパーキャノンを装備しています。留意してください。狙撃を避けるため機体投下ポイントは遠距離となりますが、空港奪還後の利用開始をできる限り早めるために、作戦エリアの汚染は最低限に抑えてください。敵の特殊兵装を無力化するためにも、素早く接近した方がいいのは間違いありません。迅速に行動してください。以上、作戦の確認を終了します。敵勢力、すべて排除してください。敵スナイパー部隊の射程内に入りました。突破してください。
しました。敵増援です。
無事でよかった。帰りましょう。作戦を確認します。旧 BFF 社の小島エネルギー施設スフィアで抵抗を続ける守備部隊サイレントアバランチを排除してください。 BFF 社が威信をかけて開発したスフィアは同種の施設の中で最大の規模を誇る最先端小島テクノロジーの結晶です。過去多くの企業がこの施設の奪取を目論みましたが全てサイレントアバランチによって退けられています。彼らの機体は表現戦闘に特化したノーマルでスナイパーキャノンによる遠距離攻撃を得意とします。降雪に紛れた狙撃に注意してください。以上、作戦の確認を終了します。作戦目標はサイレントアバランチ。遠距離からの狙撃を十分に警戒してください。 BFF が崩壊した今、独立した抵抗に何の意味があるのかしら。いずれは飲み込まれるだけだと。残り1機です。敵援軍、これはネクスト2機。捉えた。負けないわ、私たち。自分の不運を嘆くね。
作戦目標はサイレントアバランチ。遠距離からの狙撃を十分に警戒してください。敵へ行く。これはネクスト2機。捉えたわ。アレフ、アナトリー、ジン、行くわよ。 QBFF ヘリックス1およびヘリックス2です。属性の組み合わせではありません。連携に注意してください。作戦目標はサイレントアバランチ。遠距離からの狙撃を十分に警戒してください。敵へ行く。これはネクスト2機。
捕らえたわ。あれはあなたよ。ジン、行くわよ。旧 BFF ヘリックス1およびヘリックス2です。属性の組み合わせではありません。連携に注意してください。無事でよかった。帰りましょう。作戦を確認します。旧 BFF 社の小島エネルギー施設スフィアで武装テロが発生しました。テロリストをすべて排除してください。テロリストは施設の元スタッフで、特殊環境用の実験型ノーマルを起動し、小島タンク内に立てこもっています。彼らは到底不可能な要求を並べ立て、これが受け入れられなければ施設を暴走させると言っています。決行されれば史上最大規模の汚染は間違いありません。タンク内は極めて高濃度の小島粒子が充満しています。プライマルアーマーの自然減衰はもちろん、機体へのダメージも予想されます。十分に注意してください。以上、作戦の確認を終了します。作戦エリア内の小島粒子濃度は想定を超えています。機体ダメージは避けられません。急ぎ目標を撃破しましょう。下層部、小島粒子濃度が高くなっています。下に降りるほど機体ダメージが大きくなります。注意してください。
想定を超えています。機体ダメージは避けられません。急ぎ目標を撃破しましょう。下層部小島粒子濃度が高くなっています。下に降りるほど機体ダメージが大きくなります。注意してください。無事でよかった。帰りましょう。